無線で格ゲーがそんなに悪いんですか？有線じゃない人は格ゲーしちゃダメだって言うんですか？うむ、そう言うとる。さっきです。無線で格ゲーすんじゃねえよってツイッターでね、連日見ますね。皆さんも朝起きたら顔洗ってコーヒー飲みながらね、無線批判を見るってのがモーニングルーティンになってると思いますが、まあ、格ゲーすんなは言い過ぎなんだけど、無線でランクマンはさすがにとね、まあ僕もあんまり危機感は持ってないけども、良くはないよね、くらいの意識でいたんですよ。感覚で言うと、大体世のパパ活くらいの意識ですね。いただき女子リリちゃん。二つ直しゃん。ちなみにプロゲーマーの人はね、あ、別に無線でもいいんじゃね、まあ、あんまり気にしないよみたいなことを言ってでもね、彼らはスポンサーがいるから、こんな捨て身かつ大胆に表に出さないから。そして何よりですね、格ゲーって上のレベルになればなるほど無線でやってる人っていないんですよ。上級者の行動範囲内に無線の方があんまいないのね。だから上級者はそんな気にならないんですよ。この論理構造を適用すると、僕の行動範囲内には女子がいませんから、もちろん僕も気にしてないことになるのね。そうです、ガバガバ理論です。というね、現実があるんですけれども、ただ全体で見ると全然いるんで、今も多くの格ゲーマーが無線撲滅運動を掲げてるわけですよ。で、そんななんかある出来事が過去に起きまして、結構ね、格ゲー界ざわついたんで知ってる人も多いと思うんですけど、半年前くらいにツイッターとヤフー知恵袋に同時に格ゲー無線に気が現れました。彼は無線で格ゲーやってもいいだろうっていう趣旨で議論を展開してまして、その訴えを超簡単にまとめると、プレイヤーの環境はそれぞれ違うんだから、無線なのは仕方ない。自分の家の環境だと有線より無線の方が安定する、そういう人だっているんだよ。そして無線とやってくれる対戦相手には感謝してるし、試合にならない場合は強制終了してる。よって無線のプレイヤーでも受け入れてほしい。無線は有罪とか刺さるから言わんでくれ。こういう内容だったんですね。まあ刺さる前に正しくランケーブルさせい。あとこれめちゃくちゃおもろかったんですが、その無線に気が有線にできない人の理由を挙げてたんですけど、長いものを刺すという使い道から卑猥なものを連想してしまう人もいるって主張されてたんですよね。いやーそう、アケコンのレバー見たら淡くてレバーなんて握らせたらキャー梅餅やー。そんなお茶目な無線に気を擁護する意見もちょこちょこありまして、全く違法ではない、君は間違ってないよ、たかがゲームでしょ、楽しんだもん勝ちでしょ、一プレイヤーごときが他人に格ゲーする資格ないなんていう権利ないよとですね、無線に気の意見も全部まとめると、無線でも格ゲー楽しんでいいだろうと、優先税は差別的にそんな迫害すんなよってことですね。で、僕当時それ見た時のまず感想なんですけど、ちょっとね、あっぱれ感感じたんですよ。だってこんなん絶対批判されるからね。お前の母ちゃん無線っつって言ってしまえば、別に無線でもまあ黙ってやってりゃ咎めようもないやん。なのに批判覚悟で出てきたんかなって思ったら、まあ茶化すだけじゃなくてちゃんと考えるべきかなってね。ちょっと余談なんですけど、その無線騒動を見ててね、学生時代を思い出したんですよね。当時ね、ネットも ADSL が急速に普及してきてて、ドリキャス、みんなドリキャス知ってるよね。今の対戦品質とは比較できないほど鬼楽だったんだけども、ネット対戦できたんですよ、ドリキャスで。でも僕は家が貧乏だったんで、当然ネット回線なんか引けないよね。で、僕には窒素っていう親友がいるんですけど、彼の家に行くとね、そのネット環境とドリキャスがあるわけよ。学生だから金もなくてね、ゲーセンでもろくにプレイできなくて、そんな僕からしたら家で格ゲーの対戦なんてもう行き過ぎた文明なんですね。マジで家でもチンパンにライト兄弟の偉業超えてきてるやんけとね、まあはしゃぎ散らかしてたんですけど、と同時にね、その親友の窒素が羨ましくて羨ましくて、あーいいなーって指くわえてましたね。どうしようもないんやけどね。話戻しまして、無線に気を見ていい機会やなと真剣に考えるんですけど、まずね、無線のプレイヤーもいてもいいとは思ってるのね。というか無線に気の言う通りしゃあない、とはいえね、受け入れるのは難しいのよ。だって対戦の品質がガラッと変わるのに同等に扱えるわけないし、しかも今は ADSL のラグラグ時代とも違うし、快適にもプレイできるね、夢のような環境があるんだから、それはネット対戦への期待値も上がっちゃってるわけよね。ラグに敏感なお年頃ですよ。そうしたらやっぱ無線に対してはもう努力義務を怠ってるように見えちゃう。まあ、少なくともまず対戦したくはない。なのにランクまで遭遇しようもんなら、いやもう無線同士でやってよ。以外の感想があるだろうか。いや、ない。だから現状ね、不安定な通信状態でランクマに行くのは多くのゲーマーを不快にするから、やらない方がいいと思うのよ。かの偉人は言いました。悪いことすんなって言ってんじゃないの、ダサいことすんなって言ってんの。でさ、無線は有罪って言葉に対してはもうある程度そりゃ変換する必要があるというか、法的な広い視野で見ればまあ悪くないよ、そんな。でもこの世界に生きる人間としては悪くなくても、各ゲーマーフィルター通せば悪なのね。そもそも当たり前やけど、無線であることが悪いわけじゃないやん。回線安定してればいいんですよ。逆に
に有線でも不安定なら問題ですわ。現在格ゲーも進化してさ、流行りまくってるスト6もそうよね。多少のラグがあっても問題なくプレイできるケースも増えてきてはいる。でもね、有線にできない人ってそのゲームをする部屋が離れてるとか、電波が干渉を受けやすい状況にある人が多いと思うのね。っていうかどこまで行っても不安定になる要素が排除できんやん。だから実際のね、現場レベルで言うと無線の9割はラグいかな。まあ、ゲームによるとは思うんだけどね、無線イコールラグいが、まあ、現状成り立っちゃってる。で、こういう答えを出すとね、いやいや何言うてますの、今は無線の方が性能良かったりしますよ、この老害ひもてごたがっていう意見も見るわけですよ。いや言い過ぎやろ。あ、そうなんかなって、これ知らなかったんで、僕有線と無線の違い調べてみたら、回線の用語で全二重と半二重ってのがあって、有線は全二重通信で無線は半二重通信なんですよ。これはどういうものかというと、回線をね、道路に見立てるとね、分かりやすくて、この両側通行で相互が同時に進めるのが全二重通信、一方通行で片方ずつしか進めないのが半二重通信。一通だから止めてからまたこう行くみたいな。で、これも止めてから行くみたいな。で、道路の幅はもう変わんない。これ一緒。格ゲーはそんな通信量いらんから、1台車が通れたらいいんですよ、こう。両側通行で余裕なのね。よって一通を切り替える無線よりも、この相互に行き換える有線の方がもうド安定ですっていう。ってことだったんですよ。現状ここは覆らないみたいです。なのでまとめるとね、無線の人とはやりたくないし、頑張って有線にしてほしいのね。っていうのが、まあ僕の正直な反応だったんですよ。ここでふとね、自分を俯瞰してみると一つ疑問が出てきまして、これ冒頭でも言ったんですけど、僕無線は別にいてもいいというか、まあ放っておけばいいお派だと思ってたんですけど、あれこれいない方がいいと思ってね、我過激派じゃね、格ゲーマー佐々木って名があるんですよ、世界一モテ、あの格ゲーを盛り上げていきたいのは当然ありながらというか、その一貫して持ってなきゃいけないのに超排他的じゃん。はっと揺れ動く乙女心と同様ですよ。だってもしさ、もしね、考えてよ、小3のね、仲いい友達もいない内気な少年がさ、家の都合で無線でしかゲームできなかったらどうします。ほんで涙目で言ってくるわけですよ、先生ランクマがしたいですってなったら、俺はなんて言ってやればいいの？諦めたらそこで試合終了ですよ。いや、絶対違くない？いいかい坊や。確かに無線は良くないかもしれない。でも、一回くらいなら大丈夫さ。いや、一回は良くて二回はダメなんかいってなるやん。じゃあもう、無線でランクマだ。ガキが舐めてると潰すぞって言えばいいの？鬼、悪魔、チンパン！あ、ごめんなさい。その子の格ゲーを楽しみたい気持ちを抑えつけて差し止めるのは果たして正しいのかと。いやいや、それは子供だからだろって言われるかもしれないんですけど、まあ、それはそう。確かに。キモオタが相手だったら2秒で電源コード抜いてタンスの下から2段目に隠して知らないふりする。じゃあ回線を選べない子供だったら無線でやっても OK なんかな？何歳までが子供？親にお願いしてたらセーフ？で、まあ、ぐるんぐるんね、胸に問いかけるわけですよ。道徳の教科書の1ページ目、これに差し替えよう。で、無線側の視点で見ればですよ。当然自由にネット対戦する権利は平等にあるわけで、そこを無線は格ゲーすんなよって意見出すと、ちょっと気になるから始めたライト層だとか、まあ、完全新規の人は尻込みするかもしれんよね。せっかく格ゲーに興味持ってくれたのに、まあ、有線じゃないとダメって格ゲー怖ーみたいな。で、周りの人たちもさ、プロたちがせっかく格ゲー界を良くしようと頑張ってるのに、格ゲーマーがそんなんじゃダメじゃねー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 。はい、我々新規という言葉を振りかざされるとよだれが止まりません。パブロフの格ゲーマーです。ああそうか、これは正解ないんだ。無線だって大事なユーザーさ。そうだ、沈黙、それが正しい答えなんだ。そう、僕も決意したらですね、過去の少年佐々木が浮かび上がってくるんですね。かのネット回線のなかった頃の格ゲーしたくてもできなかった僕が、おじさん、あなたは未来の僕です。なぜこんな姿に。はあ、あ、すんません。子供でも新規でも格ゲーのステージに上がるなら、格ゲーのマナーを守らなきゃいけないよ。もし守られないならその界隈は。ごめんね、もう時間みたいだ。行くね。あ、待って。過去の俺、天井裏に兄貴がエロ本を隠してる。それも5冊もだ。それはでも親に言っちゃいけない。お前が隠したことになる。ありがとう。さようなら。ね、自問自答しまして、どっちも正しいとかは弱虫の答えなんで、答えなきところに答えを出します。まず無線だろうが有線だろうが、みんなが快適にゲームをしたいっていう意見に反対する人いないと思うんですよね。どっちの立場でもゴールは同じでしょ。向いてる方向は一緒なんだけど、でもこのゴールは無線で格ゲーをやると現状確実に達成できないんですよね。有線側も絶対不快なんで。かといって仮にね、じゃあ全員無線でやればいいじゃないと条件揃えても、せっかく今ネットでクソ快適に対戦できる
できる環境があるのにそれ捨てるってアホ際ですよね。もちろんネット対戦する権利はみんな平等にあるんですけど、じゃあ権利があればマナーは守らないでいいのかと、まあ、マナーと言わずとも相手を不快にさせていいのかと、そんな権利訴え出したらキリないというか、だったらラグ人を避けたり批判する権利はみんなに平等にあるやんけとかね、こんなうんこの投げ合いは誰も望んでないわけですよ。まあ攻撃される覚悟を持って正直に言いますけど、人は多い方が絶対にいいんだけども、ちゃんと遊べる環境を整えて勝負の公平さという点において相手を思いやれるプレイヤーだけがこの界隈に居続けてほしいと思ってるのね。こう聞いちゃうと新規の人とかはね、いや入りから構えてほしくないんだけど、でもやっぱ慣れてマナーとか知ったら変わってほしいのね。新規参入最高ですよ。いっぱい褒めて育てて遊ばせて実ったら収穫したい。でも何でもかんでも OK だったら、ちゃんとしてる新規の人だって嫌な思いするかもしれんからね。ちゃんと準備した人がアホ見るっておかしくね。格ゲー好きなやつでも死ぬほど性格悪いやつっているんですよ。どうぞソースです。でもどんなに性格悪くても格ゲー好きなら勝負の公平さ大事にしますよ。公平で対等だからゲームじゃんね。こんな自分勝手な小道寺でも対戦相手に迷惑かけながらテロみたいに対戦するくらいならもう潔く動画勢になった方がマシ。女性配信者囲うことに己の生涯を捧げたい。それでもと私は回線が不安定ですけどランクマがやりたいんですってなったらもういいんじゃね。まあ、犯罪でもないし遊びですから、んなもん。ただ不快な思いを他人に強いてる以上は批判される覚悟なくやるべきじゃないね。自分だけ楽しいならいいやろと、環境のせいだから仕方ないんやと、そういう気持ちをね持っておられる方は全身全霊でシャットアウトしていきたい、心から思います。まあ、こんな言ってますけど、実際ね無線とやっても僕はさっと離れてブラックリスト入れるだけやね。悪い意味で一期一会です。諦めてるというか、まあ、ぶっちゃけねいなくならないって分かってるんで。ただ格ゲーをね触ってくれてるってのはあるんでね。あと無線の人って多分若い人多いと思うんで、若さゆえってのは絶対あるからね。その中でもう気づいてくれたらまあ OK かなという具合です。でね、無線で格ゲーするなってのはまあ明確に良くない表現だとは思ってるんですよ。まあ誇張した表現というか、しかもその誇張が誇張だと分かりづらい。だから僕は優先にしてみんな快適にゲームしようぜっていうのがいいと思うんですよね。もうこれ覆らないと思うんで、表現の問題かもしれんけど、表現の問題って大事やろげ。最後別に全然いいと思ってるんですけど、ゲームの中で無線 NG 設定とかできてよくない？ゲーム側にシステムあればかなり改善するのかなと思います。はい、格ゲーの無線問題についてでした。今回言いたかったことはですね、僕20代の頃に友人10人くらいとカラオケに行きまして、飲んで騒ぎすぎてカラオケの防音を貫いた結果、店員さんから周りのお客様のご迷惑ですと注意されました。以上です。大変ありがとうございました。ほいじゃまたね。